はい、では今回はここにサンプルを入れた後にちょっと出しますね。このフォークにサンプルを取り付けた後にこちらに持って行ってサンプルをセッティングしたところまでやりました。では次にサンプルの位置をアナライザーの方に持っていきます。まずやることはですねこの位設置したらこのカメラの像をこちらで見ます。まず電源をします。ポチッと。で、まず見えてきましたね。これカメラがいいんで結構見やすいですけど、まずこちらの X と Y で、星見たいサンプルの位置を持ってきます。例えばもうちょっと上に上げたいなと思ったらこっち Y 軸方向にセッティングしてありますので Y を回します。こっち回しが、サンプルが上にカメラの端で上に上がっていくようになってます。ちょっとネジの方向と考え方が違うので気をつけてください。それであとはこれですね、 Y ですね、あ、 X ですね、ごめんなさい、 X、 まあ X はまあいいですね、そんなに変わらなくてます。で、本当は一番最初にやるのは Z を変えた方がいいです。 Z はここにありますね。で、 Z どうするかと言いますと、Z をどっちだったかな、今ちょっと待ってくださいね、ちゃんとこの中身を見ていろんなところにぶつからないか確認しつつこれを回してください。で、どこまで回すかの目安は各研究機関によって変わるとは思うんですけど、一応うちのところはここに赤い線が見えますね。この線が見えるところが一応、アナライザーの焦点位置に近いところになるようになってます。そしてこんな感じになりますね。で、画像はこんな感じにまたなっちゃいます。なので最初に Z を合わせた方がいいですね。で、もう一回ちょっと X と Y 合わせてみましょう。 Y で回して X も回してですね、どこがいいかな、どこがいいかな、じゃあ銅のここにしましょうか。銅はこんな風になります。で、ですね、この後もう少しさらに焦点位置をきれいに合わせます。それはここに倍率変わるところがあります。ここを回すと倍率変わります。パッて回ります。こうやって、で、これは高い倍率です。こんな風になります。まあちょっと分かりづらいですね。じゃあもう一回低倍率にしてみましょう。低倍率の時にはこういう風に回します。これ低倍率です。これ分かりますね。じゃあゆっくり高倍率にしてみましょう。なってきますね。どんどん像がぼやけてきますね。像がぼやけていくってことは X 軸、じゃあ Z 軸が間違ってることです。なのでこれを回します。見ててくださいね。で、像がはっきりしてくるところがあるはずです。はっきりしてきましたね。そしたらまた分かりやすくここの中身もちゃんとチェックしな、ここの中もチェックしながら X と Y 合わせていきます。で、またここを高い倍率にしていきます。ちょっとどっちかが分かんなくなっちゃったので、私、これが高い倍率ね、あんまりちょっと高すぎて見えなくなっちゃったので、もう一回やります。ここに像がボケてるんで Z 軸でというところを繰り返していくわけですね。まあこのままちょっと高くしていきましょう。ちょっと非常に見えづらいとは思うんですけど、このように見やすいところを参考にしてもらってもいいです。例えばこういうところ見やすいですね。あ、これは HJ か。HJ はあんまりちょっと良くないですけど、像が見やすくなるように、位置を定めます。なるべく観察する位置で揃える方がいいですね。で、ちょっと低倍率にしますね。低倍率にしてこんな方ですね。で、ですね、ちょっと爪が甘いんですけど、ほんとは高倍率にしても低倍率にしても同じ位置に
フォーカスがあれじゃなくて拡大する、例えばここのここを中心にしたらここを中心にして拡大するようにしてあるんですけど、ちょっとやってみましょうか。ちょっとね爪が甘くてうまくいかないときもあります。これを高倍率にしてみましょう。そしたらほぼ同じ位置にならなきゃいけないんですけど、ちょっとずれてます。Z 軸が悪いのかカメラの設定がちょっと悪いのかもしれないですね。本当は同じ位置になります。それはちょっとならなきゃいけないんですけど、ちょっと設定が甘いですね。これちょっとユーザーでやってるんであんまり良くないですけど、本当はそういうことができるようにしなきゃいけないです。で、ですね、なんていうのかな、これをちゃんとやらなきゃいけないんですけど、あ、なんかある程度できてますね。こういうふうにできる、こういうふうになるべく近く、拡大しても縮小してもなるべくですね同じ位置に焦点が合うようになってます。これがブレてるとですね、必要ないところにも、からも信号が来るようになります。非常に残念なことなんですけど、であと左右に振って同じぐらいボケるところの中心位置を中心になるようが中心位置になるように Z 軸決めた方がいいですね。で XY とで、この XYZ の設定もかなり立ち上げの時には難しいですね。拡大しても縮小しても同じような位置に焦点が合うようにするというのはなかなか難しいです。でもそういう風にできるように本当はしなきゃいけないです。これちょっと爪が甘いですね。本当はこの白いところが拡大しても縮小しても同じところに来なきゃいけないですけど、ちょっとそれなってないので、カメラのセッティングがあんまり良くないと思ってます。それはちょっと私のせいですね。でこのカメラのセッティングが非常に大変です。今ここで合わせるだけでも大変ですけど、真ん中で同じ位置でね合うように立ち上げの時にするんですけど、それがすごく大変ですね。でこの設定が甘いとですね、本当に XYZ が合わないですね。まあ、こんだけずれちゃうんで今回のやつはちょっとあんまり良くないっていうのを覚えてます。本当はぴったりと拡大しても縮小しても同じ位置にならなきゃいけないです。ちょっとこれはずれてます。でこれずれる原因は何かっていうと、最初にセッティングが悪かったのか、またはこれをですね触れちゃって動かしちゃった場合になります。これはあんまり触れないように しなきゃいけないですね。難しいですけどね。でこういうようにして XYZ を合わせます。で拡大して縮小しても本当は同じところの位置が拡大するようになっていれば、この印をけてある狭い範囲のところでしか、狭い範囲あたりぐらいまでしか信号が検出されないんですけど、他今ずれてるんで他のところでも見えることになります。で通常は高倍率、高い倍率のところで見ます。高い倍率の方が見やすいですからね。高い倍率に、高い、ごめんなさい、高い倍率じゃない、低い倍率、こっちが高い倍率なので、ごめんなさい、こっちが、高倍率ですね。ちょっと何も見えなくなっちゃいます。で、低倍率にして、ごめんなさいね、で低倍率にして、こういうふうにして、この状態で、どの位置を見たいかというのを調節すると思います。なかなか難しいですね。で、一応確認しておきますと、こんな感じの、サンプル値になります。で装置の管理者は大変だと思うんですけど、拡大縮小しても、同じ位置に焦点が合うようにこのカメラのセッティングをしておいてください。とても大変だと思いますけどね。私もこれ一旦きれいに整えた、きれいにやれるようにしたんですけど、その時にはものすごい時間がかかりました。丸1日ぐらいかかりましたね。慣れてなかったですから。もうむちゃむちゃ大変です。特にですね、ここのネジを使う以外にもこの横にもネジがあるんですよ。これも実は調節できて、これが特にこの焦点位置の補正に効きます。なのでここをですね変えて、で拡大縮小した時に、同じ方向になるようにです。
して動いていく方向 に回してください。うん、拡大して動いていく方向にこいつのネジを回していくとうまくいきます。まあ当然ですよね、追っていくんですね。まあ今回はこんな感じですね。こういう風にしてアナライザーの焦点位置を合わせてください。でこれでまあ資料のセッティングは一応終わりです。